福永使っていきたいと思います。福永来た！こういうスキル、お見せしましたんで、ちゃんとやります。ハザスルブルです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、ハイドリやっていくんですけど、ドリームマッチですね。今回、この前、ガチャで当てました福永使っていきたいと思います。ぜひガチャの動画ご覧ください。で、福永は、ですね、レベルを15まで上げました。なぜかっつったら、スキル、ダイレクトが15で覚えますって感じだったんで、それも覚えて、全部習得できるもんは習得して、ランク3まで上げて、フェイントも覚えて、で、上げれるやつは上げました。スキル持ってたやつ分は上げました。なんていうんですか、よくある、この左下のこれは使わずに上げれるだけは上げてます。ということで、どんな感じかやっていきましょう。ディネルソンさんお願いします。戦ったことある気がするけど。初めての口じゃなかったけどな、今。絶対戦ったことあると思います。よろしくお願いします。はい。さあ、福永を使っていきますよ。いいですね、マッキー。マッキーがね、最強アンダーサーブ使うんすよ。いけ！最強アンダーサーブ。いいサーブ！上がります。よし、リード。ここはちょっと、しっかりやりながら。何？福永、来た！上がってないやんけ。ああ、そういうパターンもある。そういうパターンもある。固有スキル使って上がってないっていうパターンもある。で、今のあれですね。ちょっと薬さんいきますよ。猫マ2連続。何ですっけ？野蛇戦ですね。今の薬さんのやつも野蛇戦ですけど、やべ、シンクロ使っちゃった。普通にクイック、お、福永いけ！え、上げられる？マジか。レベルかな？レベルなんかな？福永！おう言うてません。いや、上がらないっすね。やっぱレベルがまだ低いか。野蛇戦の2連続上げてくれたやないですか、福永が。あれやったっすね、さっきの映像。いけ、ライトから。うわ、ブロックされた。うわ、やっぱレベルですか。そうですか、強いっすね。しっかり。うわ、マジでちょっとやばい。ちょっと待って、もうこういうスキルお見せしましたんで、ちゃんとやります。でもちゃんと福永は変えずに、頼む福永。うわ、やべえ。ちょっと待って、他の人も全然上げれんやん。よし、任せろ。よし、2。あ、ブロード。うわ、ちょっと待って、2かと思った。今ノーマルの色やったっけ？2かと思ったんよ。ブロードやねえかちゃ。もう固有スキルほぼ使っちまったよ。そこ。うわ、福永やった。ナイス。よし、頼む、落ちろ。及川上げるね。リード。よし、マジ？福永はダメって。やばい、ちょっとごめんなさい。あー、やー、そうよな、福永使おう。くそ、今大小を入れようか迷った。クイックオープン。よし、スパイク上げられるよね。たまには目立たせていただこう。やばいやば、負けた。マジ？固有スキル使えばいいっていう話じゃないんやね、やっぱり。やられました。ありがとうございました。月さんお願いします。わ、厚むのかっこいいな。いやー、マジか。リベンジしましょう。お相手さんは違いますけど、ちょっと福永に勝たせてあげたい。よし。うわ、2。うわー、くそ、2か。クローバーサスクロー、必ず拾おう。そこはこれもね、野蛇ですね。怪我するやつやね。いけ、もうブロック飛んどうぞ。決まれ。よし、ナイスキー。福永が決めました。よし、いいぞ。デビュー戦や、これが。まずはちゃんと挨拶せなな。おお、ナイスさーしゃー。まあ、インフの厚本ひなたに言ったやつなんで全然違いますけど、影山と福永って全然違いますけど、ナイスさー影山。レベル18だっけな。よし、チャンスボール。よし、行こう。恐怖、初見殺し。このタイミング、この角度でドンピシャ。いけ、上げる。さすが沢村。チームのキャプテン。おお、福永ナイスブロック。いいぞいいぞ、調子上がってきたぞ。いけ。うわー、さすがやな。いや、ここは光栄やろ。よし、光栄2なし。よっしゃー、さすがです。いいぞ、ミドルブロッカーいいぞ。これは2。違った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 。うお、ラッキー、超ラッキー。危ねえ。嫌なアウトだ、嫌なアウトだっつってもノーブロックやったな。嫌なアウトはあれか、ブロックを避けようとするやつか。僕と、ああ、僕とちょっとさっきので同点してますね、これ。ちょっとさっきのアウトでセルフ嫌なアウトやったな。なんかそのブロックがないバージョンのチャンスボール。ブロード行ってみるか、福永決めてみろ。おお、上げる。よし、これは光栄2なし。ナイブロー、ブロック勝て、ブロック勝て。よし、行くぞ影山。ちょっとここは狙ってみるか。至らんことせん方がよかったかな。至らんことせん方がいい。これあれが来るかも。2がこんかった、こんかった、こんかった。バレバレ。よーし、ありがとうマッキー、助かったー。危ねえ、マジシンクロ。誰に行く？福永に行くのよ。福永に決めさせていく。影山行きやな。ありがとう。福永のデビュー戦で福永に打たせる、素晴らしい。影山サンキュー。おーい、 MVP にもしていく影山。どこまでも見えてやがる。はい、ということで福永使っていきました。最後影山、どこまでも見てやがる、ちょっとあれでしたけど、セリフ間違えましたけど、あれ及川のセリフでなんかムカつくほど見えてやがるみたいなセリフだったと思うんですけど、ちょっと間違えましたけど、福永に花を持たせてあげた影山素晴らしい。今回もうシンクロ攻撃ひたすら福永にあげよったし、まあたまたまですよ、たまたまですけどね。でも素晴らしいですね。でちゃんと固有スキルでも決めました。ただフライングでまだ上げれてないんで、まあレベル上げつつ、今オートのやつ福永入れてるんで、ちょっとレベルも上げながらやっていきたいと思います。でですよ、この前ガチャの動画で決勝がないんですよ、僕使っちゃったんですよみたいなこと言ったんですけど、あれなんでかっていうのを見せてなかったんですよね。見てください、探偵コノハもう5にしました。ランク、なんかランク5のキャラクターを増やしたらミッションで翼が300もらえるんですよね。ちょっとデイリーミッションいただきますけど、これかスペシャル。これでほら5ランクのキャラをこう10体保有する、これ9体保有する、8体保有するみたいな、ランク5にすれば300もらえたんすよ。だけど次10を保有したらまた300もらえるみたいな。でその後11があるかわかんないですけど、とりあえずそれのためにこの葉を5にしました。でもこの前のガチャ動画見ていただきたいんですけど、翼6万に届かずに結局、6万ならずにガチャを引くっていう感じでしたけどね。まあ当たってよかったです。なので今度はくぐり、ちょっとくぐりのページ行きたいと思います。プレイヤーはすみません、くぐりですね。くぐりを引きたいと思ってます。なのでもうちょっと翼試させてください。さすがにちょっとこれ10連1回しかできないんで、今せめて100連できるぐらいまでにはしときたいけどな。いや、いつまでこれ6月1日、収録日26日なんですよ、5月の。いける？毎日ちゃんと PVP もやって翼貯めてっていう感じでやらんときついっすね。やったとしてもきついかな。ちょっと僕的にあれはしないですよ、課金は。なのでまあ引けたらいいけど、まあ引きたいとは思いますけどね、くぐりのイベントとか。なので6月1日までに翼がどんだけあるかでどれだけ引けるかになると思います。たとえ80連しかできなかったとしても引きたいと思います。それでいきましょう。まあ今回はね、主役は福永でしたということで、また動画見てください。本日もあざした。